ろしくお願いします。まずは、お疲れ様でした。そして、ブース、ステージ、撮影関係者の皆様、私たちのわがままに一日お付き合いしていただきましてありがとうございます。今回、この横浜宝市2015では、地域の宝を知りとか、横浜の歴史を知るということが、授業のテーマでございまして、実施させていただきました。この一日私、周りから見させていただいていましたが、来場者の方々から、これも横浜の歴史なんだとか、こんなのあったんだとか、私の地元にもこれあるとか、さまざまな声が上がって、無事、来場者の方々に、いろんな、私たちの思いが伝わったのではないかなとは思っております。そして、今回、もう一度、最後思い出していただきたいのが、過去を知り、未来へのアイデンティティへとつながる架け橋に、本事業を通して、来場者の皆様に、なっていただけたのであれば、私たち、横浜青年会議所メンバーが、今回、この横浜宝市を実施させていただいたことが、成功だったのかなと思っております。最後になりますが、本当に長丁場一日ありがとうございました。はい、東さんありがとうございました。ありがとうございます。横浜宝市2015浜のいいじゃん再発見、これにて、終了になります。皆さん、朝から、この時間まで皆さんありがとうございました。司会はサイプレスウェイドでした。ありがとうございます。FM 横浜毎週水曜日夜10時から、メイドリーム、そして TBS ラジオ、毎週火曜日、夜6時から、トップ5、そして毎週火曜日テレビ朝日でフリースタイルダンジョンレギュラー出てるので、もし見かけたら皆さんよっしゃっしゃす。ありがとうございました。